はいどうも、じゃ川崎フロンターレ強すぎてもう話題にもならないでおなじみ山子チャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、今僕開幕戦と第2節2試合公式戦終わったんですけど、2試合メンバー外が続いております。はい、でやっぱり人ってそのうまくいってる時は何でもできるんですけど、そのうまくいってない時、試合に出てない時っていう発言の方がやっぱり価値あるかなと思ってこの動画を回しております。よかったら最後まで見ていってください。で今日の動画では2つありまして、1つ目が自分がなぜ出れてないかと、2つ目が出れてない時にやるべきこと、考えるべきことっていうのをちょっとお話してきたらなと思っております。カンペ失礼します。はい、早速1つ目、自分がなぜ出れてないかっていうのを考えていきたいと思うんですけど、やっぱりこれ出れてない選手みんながやっぱ考えるべきことだと思うんですけど、まあ、1個はやっぱ自分の良さって何かなって考えることだと思うんですね。で僕の良さは縦の推進力だったり、縦の突破だったり、運動量だったり、体の強さだったりが良さではあるんですけど、今はそれを 100% 出し切れてないし、チームメイトにこれが俺の良さだっていうのを伝えきれてない、認識されてないっていうのが、やっぱ一番試合に出れてない大きな原因かなと思っています。今センターバックをやることが多いので、その点で縦の突破力とかなかなか出せないっていうのがあるんですけど、それを含めてもやっぱりチームメイトに僕がどういうプレーが得意なのかっていうのを認識させれてないっていうか、良さを出せてないっていうのがやっぱ一番の大きな原因かな。自分の良さを知ってるってことは、周りを含め自分も知ってるってことは、それが、まあ宗教みたいなもので拠り所にできるんですよ。俺はこのプレーがあるから大丈夫、俺はこのプレーできるから、この状況だったら、このシチュエーションだったらこういうプレー出せるからっていうのを自分自身が持ってたら、チームメイトもそれを認識してたら、このパターンはこいつに勝負させろとか、俺はこのパターン生かしてくれとか、そういう認識、共通認識ができるので、こいつならこのプレー信頼できるから中でセンタリングを待とうとか、そういった面でやっぱ拠り所ができると思うんですよ。そういった面でやっぱ共通認識、自分の良さの共通認識っていうのは大事かなと思ってます。でそこをやっぱりまだ自分が出し切れてないっていうのが一番の大きな原因かなと思ってるので、今後練習試合と含め自分の良さっていうのをもっともっと出していかないといけないかなと思ってます。次2点目、試合に出れてない時に大事なこと。僕はもうこれ一番一個だけ大事なことがあると思ってるんですけど、それはもうメンタル、自信ですね。ここの自信の部分 でさっきの自分の良さを知ってるっていうことにつながるんですけど、やっぱり試合に出てないとその現場レベルでは自分の評価はされてないってことになるじゃないですか。まあされてないってわけじゃないけど、一旦そこは自分よりいい選手がいるから自分は出てないっていう状況の判断が下されるわけなんですけど、そういった面をやっぱりもろに浴びると、やっぱり自分の良さとか自信がやっぱなくなってくるんですよ。でミスしちゃダメだとか、積極的なプレーができなくなってくるの でミスしちゃダメ、ミスしちゃダメって思ったら絶対ミスするんですよ。で僕宮崎の時、まあ、怪我もあったんですけど、1年間まるまる公式戦出場することができなくて、でやっぱりこの状況変えないといけない、変えないといけないと思って、アピールと思ってやったんですけど、ミスしちゃダメ、ミスしちゃダメってガチガチなっちゃって、何気ないインサイドのパスがすねに当たるとか、もう本当に平気であるんですよ。もう言ったらちょっと イップスっていうか、メンタルブレイクしちゃって、もうサッカーできる状況じゃないっていうのが結構僕宮崎の時あって、やっぱそこは自分の良さっていうのを自分も知らなかったし、自分が生きるポイントっていうのを知らなかったので、そこで自分の拠り所を見失ってたっていうか、もう本当に何してもイージーミス連発みたいな状況になっちゃってたんですよ。まあ、今は試合出てないけど、俺はこのプレーだったらこのチームで一番だっていう自分の中の自信を持っとけば、そこは絶対こうメンタルのブレをなくせるっていうか、こう落ち込むとこまで落ち込めずにいられるんですよ。でメンタルってやっぱある程度こう波はあるから、それをある程度こう細かい波、落ちてもすぐ戻せるかってすごい大事だと思うので、そういった面で自分の良さを知って、メンタル、このメンタルをだけ落とさない、俺はこのプレーだったら絶対やれるっていうのを持っとくのってすごい大事かなと思ってます。でやっぱり試合に出ていくために、やっぱり信頼されるっていうのがやっぱすごい大事なので、監督含めチームメイト含め、
でやっぱりある程度こう一緒にやってた歴が長い選手とかは、例えばあるディフェンダーの選手がシュートブロックしたら、あやっぱさすがだよねみたいな、あいつはああいうとこやっぱ止めれるんだよねってワンプレーでなるわけですよ。けど例えば僕とか今信頼を得てれない選手とかが同じようなシュートブロックをしてもおーぐらいで終わるんですよ。でそれを 2プレー3プレー続けた時に初めて、おあいつって意外とああいうとこ得意だよねっていう風にやっぱ認識とかが変わってくるの でそれを明日もやる明後日もやるってなっていったら、おあいつああいうとこすごいいいよねってやっぱなってくるので、そこはやっぱ信頼を得てる選手と得てない選手の差だと思うんですよ。それは得てる選手はもう1年間一緒にやって得たっていう経験値があるから、でそこを得れてない選手はやっぱそこを超えていくパワーエネルギーがすごい必要なんですよね。1日だけいいプレーしてもダメだし、試合だけいいプレーしてもダメだし、やっぱそれを続けるっていうのはすごい大事なの で今こう話した通り、僕も今それを言い聞かせてやってるところで、1日だけプレー良くてもダメだし、で自分の良さを出しながら、自分の良さを伝えながら、いいプレーを続けながらっていうのを今すごい肝に銘じて練習に取り組んでおります。でやっぱメンバー外っていうのはコーチの時には基本的になかった、怪我を含めたらなかったので、久しぶりにメンバー外の生活の経験してるからやっぱ辛いし、まあ、味気ない一日を過ごしたりはしてるんですけど、必ず自分のプレーっていうのは力になれると信じてるし、力にならないといけないと思ってるので、その点含めてチームに貢献できたなと思ってます。応援よろしくお願いします。はい、よかったらチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターもフォローよろしくお願いします。それではまた。御堂筋くんすごいです、早いです御堂筋くん。